十代目、岩井半志郎は、俳優、歌舞伎役者、日本舞踊家。野号は山戸屋。縄文は丸二三津王儀。替え門は柿津端定治。背名に柿津端、四尺、王義町。本名は西名ともよし。所属事務所は南蕪。明治大学文芸科卒業。舞踊家、花柳寿樹太郎の長男として、東京に生まれる。 1935年裏座の、キャンエンロクで、西名智義で、初舞台。1939年2月、二代目、市川猿之助の門人となり二代目、市川新井猿を襲名。同年5月裏座、隅田川俗をもかげ、崩壊坊で里の小木味待1951年10月歌舞伎座、源氏物語の若き光の君と、樹祖が対面の、 化粧坂少将で十代目、岩井半四郎を襲名。同時期に、日本舞踊岩井流一門会を組織化した。1956年に、東方入社。1961年、招畜復帰。以後は、脇役として活躍した。仇役、同家役、若主役など幅広い芸域を持つ。1980年と1982年後の二度に、渡り、 国立劇場優秀賞を受賞している。私生活では元、小竹少女歌劇団の女優、月城明子と結婚、一男三女の四児を設ける。2010年3月に月城が肺がんで死去するまで、連れ添った。芸能界に進出した親族が多く、長女、岩由美、次女、西名明子、三女、西名幸子、そして共に秋子の子である孫の西名勝樹、西名瞳がいる。 舞台のほか、テレビドラマや映画にも出演。レコード歌手としての肩書きもある。2011年12月25日、多臓器不全のため死去。84歳坊津。改名は、窓科学院、自運領修古寺。意味は、悟りを開いた、優しい方。最後の舞台は、1997年1月国立劇場、壇の裏かと軍記の花王儀やド次であった。 弟子に若次郎、吉太郎がいる。ありがとうございます。